皆さんおはようございます。ガオー。はい。始まりました。シニアリーグでございます。ということで、本日は大人の事情で、前半後半分,分けていきたいなと。試合開始さあ来ました。全員平場です。あれマクベじゃないじゃん、今日。田中じゃん、あれマクベじゃないじゃん。 あれスタメン訂正、なんとこれ、珍事です。スタメン訂正です。中国の訂正案は、ロシア側の撤退などに一切触れず、あいいつこコだね。これ、V ゴールいいんじゃないこれ、もういいよ、これ、V ゴールで。ね、どうですか、皆さん。VAR 行こうかな。ね、これ、なかなかいい V ですよ。ゴールでいいですよね。はい。 セロンゴール !V ゴールです抑え込み。あ、アジアの二大大国、えらい違うなと。一カ国中学、ロシア行って、プーチンに、プーチンに辛いことも何も言ってないわけですよね。あんな問題のある戦争、戦争の国に行くのが中近平。かたや日本は、こうやってきちっと、キーウに来て、ゼレンスキー大統領と支援していくと。 こういう評価としてはですね、結果的に、世界的に見ると、お、いいなという感じになってきた。ゴール <laughs> 正論ゴール正論です正論2点入りました。ここちょうど、習近平、ロシアにいらっしゃった時に、数日前に、プーチンさん、逮捕状、逮捕状が出た,出たわけですよね。戦争犯罪を犯したと。容疑がかかっている。プーチン容疑者です。人と、首脳会談を行いですね。 具体的な今回のウクライナ戦争に対しての平和的な解決っていう言葉で言ってますけど具体策見えておきたわけよ目方正論だよ目方正,正論ゴール正論ゴールです正論ですねこれさあカンボロンゴ来た速報が出た時 WBC を見てたんですけどその後の速報のメディアの報じ方個人的にはメディアに驚きましたまだゼレンスキーに会う前なし電撃訪問 っていうこと、あれば、何かしら、首相本人や周りの人にも、危害が、危険が及ぶかもしれないのでは、というふうに思っている。<laughs> まさかのメディア批判 <laughs> 看護論語 <laughs> まさかのメディア批判これ、正論語です <laughs> 正論語おい <laughs> ありがとうございます今日テーマになる、難民の問題もそうですよね。世界各国、比べて圧倒的に少ない難民の状況、どうなのか。つまり、 安全保障とか、ウクライナの問題とか大事なんだけど、G7 議長国として、性的マイノリティ、ジーンダー、難民の問題、人権の問題にも、日本がちゃんときちんと国際的に情報を発信する。ゴール !VMAX 発動です青木 VMAX 発動、ナイス論点ずらし、ゴールデンやってます。今回の明らかに、フレディスイスとか、スイスの銀行の中でも、 二大銀行の一つ。今までスイスってのは、世界のお金持ちが安心してあ,あそこにお金預けようと、ということだったんですけど、今回明らかに、そういう信用が傷ついたということだと思います。よく見てみると、クレデスイス、最近随分、いろいろ問題あったよねと。あ、TK さん、ありがとうございます。まさかこんな風になると、救済合併なんてあると。慌ててやりましたけどそういう、スイスの当局としてはすぐやらなきゃいけないと。そうでないと。 傷が広がる、広がってしまう。そういう状況だと思いますですね。なんとか必死に食い止めようとしているというところ。これ、ま、間違ってないですよ。これ、これ正論でいいんじゃないですか。そう、これ、VR。VR 判定。今のどうでしょう破って正論かもしれないんですが、間違ってなかったですよ。正論でいいですよね。普通。ね、正論ですよね。 っていうか、3問にで経済の解説、とんでも言わなかったってだけで正論になっちゃいますからね。はい、えー、ゴールです。v r 判定、正論ゴール、破って2点目です,長です、ね。長西さんよろしく、何でしょう。あー、出た、小西文書、あっと、ここで小西文書でした。なんと、ここで小西文書です。ね、本当にさ、これ、とんでもないよ。ね。国会議員を通さず。 確認徹底のみで支出できる。予備費から出されますが。だからなんだよ。事前災害などに備えるために。何を言ってるんでしょうこの人。悔しかったら政権取れよ。<laughs> いやさ、非はは自由だけどさ、泉くん。ねえ、それ選挙で勝ちなさいじゃ、この論点で。残念ですけど。はい。これも抑え込みですね。抑え込みゴール。2>, 2対5 2>。何言ってんだよ、こいつ。こいつ何言ってんだ、メガだ 捏造だろ、不正確なもん、捏造って言うんだよ何が問題なんだよ、メガナ。<laughs> まあいいや、国民の信頼、きちんとここで失わないためにもですね、徹底的に調査をする必要があると思いますし、岸田さんが論理の飛躍だとおっしゃってるんですけれども、ここは当時の官邸も関わっていたとされる問題ですから、岸田さんが何よりも徹底調査を命じるべきだというふうに思います。その上で岸田政権ととしててはどうう考えいいるかいうことを 明確にますべきですし。ことはもう、言論の自由、報道の自由に関わる民主主義の根幹。か、ありがとうございます。高市問題に賠償化しては、いや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 、ゴール <laughs> 言論の自由に関わる問題だそうです。はい。もちろん変更ゴールですね。前回の G7 の共同声明で、岸田さん,さん共同署名まで、署名までこぎつけているので、経済界が理解増進の先の差別禁止まで、 言及していると、後押しして、G7 ここで、これを機に進めないと。カンゴロンゴゴールはい。LGBT 理解増進法で、えー、ディスりまして、ゴールです。はい。人権ガーでゴールです。ょう。破棄通告撤回、はいはい。さあ、また青きらこれ、日本ではおおむね、6割くらいの人が、この日韓首脳会談、肯定的に捉えてるんですけど、韓国は逆なんですね。6割くらいが反発。 いや、でもそれ昔だったら9割反発ですからね。だいぶいいんですよ。安全保障上の要請なんかもあって、ユン大統領は日本というわ姿勢に振てきてるんですけど、これを韓国ぐらいおさ抑えられるか、4年後ですけど、政権交代したらまた同じように元戻ってしまうんじゃないかという、という感能性あると思うんですよね。相応のこうって、韓国側が日本にこうしてほしいと、帰国企業、あ、出たこうしろと お金を出せと、被告企業は。岸田さんがもう一歩踏み込んで謝罪するとか、ってしてくれると雰囲気が変わるって。<laughs> ゆきたび、いや、そういうのもいらねえって言ったんだよ、さっき。こいつ、何変更して曲げてんな。ゴールだな。ゴール青木ゴールナイスゴールユン大統領、もう謝らなくていいって言ってんだよ。何言ってんのこいつ、逆のこと言ってんぞ。ゴールです。まだ言って、これチャンスなので、ね。日本側はもう一歩制御。はい、もう一本です。連続ゴール !2 点入りました。逆転。<laughs> すごいね。 すごい2本今ので2本ですあ一本入れた後請求口キャプテンまた被せてもう1ゴールツーゴールに行って皆さんこんばんはガオはい始まりましたシニアリーグでございますはい、はい、来ましたはいスポーツコーナーから行きましょうはいマギアラさん佐々木さんです今日はあっぱれの数だけ あっぱれの数だけセ論ロンゴールです。えーと後半戦。<laughs> あっ、カラスさん結婚です。カラスさん結婚でセ論ロンゴール。<laughs> ご祝儀です。<laughs> ベルデューゴーこいつはね、そう、二塁打二回入っちゃうね。ゴール OK? はい、じゃあゴールです。吉田のホームランでセ論ロンゴール。ゴールはい、6対7。おっしゃーおっしゃー !OK! <laughs> いやーすごいシュートはえ !10 秒だったらしいねこれね。素晴らしいこれセれロンゴールだよし村上セ論ロンゴール村上セ論ロンゴール素晴らしいすげえゴムルした。あっぱれあっぱれ来たあっぱれ2個来ましたはいセ論ロンゴール2点ですセ論ロンゴール2点 !6 対 10! セーロンですねはい村上ホームランでゴールですゴールセ論ロンゴール 岡本もゴーゴルですちょっとここから,こっからしたは岡本や岡本、岡本ゴール、オッケー、オッケー、岡本もゴールだ。<laughs> はい、これも正論です、はい。岡本もホームランで正論ゴールです。よっしゃーさあ、今の今の変化球、正論ですか <laughs> 大谷の三振、これ、大谷さん、ゴール、オッケー。 ゴール今のも正論だ、これ正論オッケーさあ、やばい。はい。あっぱれはい、ダブルあっぱれ来たーはい、2ゴールです !2 ーゴール入りました。はい、ダブルをあっぱれで2ゴール。六対<う>、メキシコ戦最後ダメかなと思っていたので、本当に感動的でした。本当に感動的でした。さあ、今、目方の、目方のシュート目方のシュート、メカタのシュートこれ、正論ゴールじゃないの メキシコ戦感動したって、目タが言ってるよ、これと。目片正論目片正論、正論ちょっと VR します。今の目片正論でいいでしょうか。目片 <laughs> 正論、目片正論があえー、すごいですね。あもう一個、もう一個,個あっぱり入った。これ17対16ですね。関口あっぱり来たんで。6対17ですね。今日はならないことが。 お栗山監督にもあっぱれしてた。<laughs> これちょっとスコア直さないとダメですかね。6対18になっちゃいましたね、これね。えー、終了にしたいと。はい、あまたちょっと待って。長西さんからもあっぱれしたんで、ちょっと待って。もう一回スコア訂正です。長西からも入ったので、えー、スコア訂正、6対10。6対19で、えー、正論チームの勝利です。<laughs> はい、ということで、6対19。最終的なスコアは6対19になりました。はい。<laughs> 一応、あっぱれ入った分だけね、えー、今回は、えー、このね、正論入るという特別ルールになりましたんで、脳風です。今日は、脳風今日は脳風で終わりです。はい。